それではアローインザダーク2の続きをやっていきたいと思います。前回はですね、まあこのカーンビーさんと、親友のフトライカーさんの、まあ、悲しい別れはここでありました。で、悲しみを乗り越えるべくこうして、なんだかこうスカートをめくるかのような動きをやっているわけですが、この扉を開けるための鍵はですね、すでに手に入れているんですけど、ちょっとあの前回の動画にですね、視聴者の方からコメントが来まして、橋のところになんか落ちてるっぽいよっていうっていうことなので、ちょっと見に行ってみたいと思います。ちょっと注意しますよね、ここ多分落ちると思うんですよ、ここ注意しないとね。危ないかな、ちょっと気をつけよう。ここは気をつけるべきだ。ここになんか落ちていると、これかな、これっぽいんだけど。おお、定番ですね、クランク。はい、おー、ぶね、びっくりした。はい、あとね、そういう最近気づいたんですけどね、こう、あれなんですよね。こうやって、ほら、ダッシュボタンを連打すると、こうやって、あ、はい、気を取り直して、もう一回行きます。もう一回っていうか、まあ、クランクは回収したんで、この鍵開けて入っちゃいますかね。さっき何言いたかったっていうか、さっき何を言いたかったかっていうとですね、ダッシュボタンを押すと、連打すると、こう、物音を立てずに移動することができるよっていう、まあそれだけのことです。はい。はい。それではですね、いよいよ、ヘルズキッチンの内部を探検していくことになるんですね。はい。では、行きますか。ちょっとね、またね、いつ、併用されるかっていう不安があるんですよ。ちょっと、戦うようになってるよね。これは、なんだ酒蔵かなんかかな。この樽はなんか、この、あ、これ、釣ってあるってことこれ。なんか、動きそうな樽があるんだが。背景じゃない気がするんだよな、あれ。げっ！なんかいてますやん。なんかいてますやん。やべえ、なんか思いっきり座ってるやつがいるんだけど。こっからやれるかな。無理か。こいつ倒せってことかい。丸腰なんですけど。やるか。もっと近づけてきたな。待った。はい。届かない。向きが違うのか。追い詰めた。はまった。よし。
やばい、なんかすげえ食らった気がするんだけど。お、来ましたわ。なんかいっぱい来た。やった、恵みの雨だ。恵みの雨、助かった。時計に穴が開いてる。あー、これがクランクかい、ひょっとして。クランク使いどころがやっと来たって感じか。やっとじゃないな、すぐに来たね。すいません、ちょっと一旦セーブします。はい、セーブ完了です。じゃあクランクを使う前にですね、なんか本を手に入れたので、こいつを読んでみましょう。海賊の時代と、なんか音声が途切れたんだけど。あ、動くな、動くんだ。俺のこのか、は？なんでしょうね、バグ？すいません、なんか音声がうまいこと再生できませんね。ちょっとすいません。じゃあ僕が代わりに、俺のこの鍵爪でてめえを地獄へ引っ張っていってやるぜ。この言葉を聞いて歓声が沸き起こった。読めない。なんとかから吊るされながら片腕の男は命乞いした。片目のジャックは男を見上げ宣告した。この臆病者め、太陽がてめえの肉を焦がし臭い肌を焼き清めてくれるだろうよ。すげえ言い方だな、臭い肌を焼き清めてくれるって。ブラックハットは今か今かと待ちわびた。サメの背びれがすぐ近くを動いている。やめてくれ！片腕の男が叫んだ。だがブラックハットが帽子を投げると同時にロープが断ち切られた。片腕の男はそう長くは持たなかった。船長、万歳！船乗りたちが吠えた。ち、残酷なやり方だぜ。ルイスがつぶやいた。それを聞きつけた新任のコック、ティーボーンがにらみつけた。おめえも一泳ぎしたいのか？いえ、セニョール、すんません、何でもありません。そんなら口を閉じとくこった。お前は言われたことだけをしてればいい。だが忘れるなよ、船長の部屋に入るときは扉を3度ノックするんだ。いずれにしても片腕のことはもう忘れろ。何しろ奴の料理は豚の餌並みだったじゃねえか。うん、コックが出ましたね。豚の餌並みの料理しか作れないコックはそりゃいらんわな。しかも片腕ってことは相当料理に時間かかるよね。なんかいろんなキャラ出ましたね。ブラックハットとかティーボーンとかね。はい、なんかこの黒い これもなんか気にはなるんですけどね。まあまずここで一発しかないじゃん。え、一発しかないじゃねえか。弾使いすぎたんだよ、あのデブ。うん、やっぱここですね、クランクね。お、あそこになんか落ちてる。大丈夫かな。いつなんかヘイユされるかわかんないんですよ。なんか全然違うとこで怖いんだけど。ここって入れるってこと？また本があるよ。ここ入れるね。また本が来たから、また読みますか。せっかくなんでね。さまよえるオランダ人号乗員名簿。3本のマストを持つこの船は
西暦1724年12月25日に海賊船となった。我が調べは鎮魂の歌なり。ダブリン出身のショーン・オレアリーはハープシコード奏者になることを夢見ていたが、彼の弾くビバルディのテンポを注意した3人の客を窓から放り出したために彼は故国から追放された。その後は第三高地連隊に加わり、ジブラルタル包囲戦に参加。そこで片腕を失った。軍隊を脱走した彼は精神に異常を持つ武具師サンチョ・フェルナンデスの下でアコーディオンを習得した。その後リーワード諸島に身を隠しながらさまざまな卑しい仕事を手がけていたが、ある夜リンチにされかかったところを片目のジャックに助けられることとなった。1712年10月、カオバン大虐殺の後、彼はジャックの副官の一人となった。音楽家。これミュージックマンですね。片腕の男ってミュージックマンのことだったの、だとして。てっきりなんか新任のコックっていうのがこうと入れ替わりになんか消されたのかと思ったんだけど、なんかミュージックマンの話が出ましたね。はい、ここを入っていくしかないのかな。怖いわ。多分これ物陰に兵友おるんちゃうの、これ。なんか取っ手があるな、ここ。これは単なる背景？背景か。あ、なんかまた落ちてるな。なんだ？お、来ましたわ。来ましたわ、これ。入れとこうか。何発入った？5発か。心もとね。外すからな。まあショットガンはあれですからね。遠くから撃つと威力が落ちますからね。もう目の前でぶっ破してやるのが一番強烈ですよね。まあデブだったらいいんだけど、変質者が来ちゃうとショットガンぶっ破するしかないよな。もう死んだ時の BGM ちょくちょく流すけどさ、誰かいるかな。あ、しまった。何、エレベーター。モーニングシュー。は、え、どこ、え、どこ。ちょっと待って、ちょっと待って、勝手に動いてる。おお、おったぞ、なんかおったぞ。どうする、ショットガンにするか。いや、こっちに来い。ん、あ、ダメなの、ダメなの。なるほど、ここで物陰殺法を使うことはできないか。仕方ないな。体力高くない、こいつ。
体力高いだろお前。なんかもらった。ちょっと待って。あ、2しか食らってないじゃないか。ナイスです。ナイスです。これなんか、なんだろうな。なんか使えんのこれ。ここで使うもんではないってことか。なんか他は、え、なんかまだいる。え、なんかまだいる。どこ、どこだ。ちょっと待った、一旦セーブしよう。なんか発砲する音が聞こえるんだけど、まだどっかにいるか。どっかにいる。え、どっかにいるのか。汚ねえなここ。なんかあのサイコブレイクのあの最後あのキーパー2体と戦うところみたい。この扉、あれ、どう来たっけ。こ、あ、あれ、あ、なんか行くとこが2箇所あるな。ここは、これは、ここも開くな。開くねえ。うわー、併用されそうやなこれ。お風呂、やつらの入浴シーンとか見たくないんだけど。音何この。なんかあそこ落ちてるな。なんかオケかなんかが落ちてる気がする。これか。このバケツもこれ違うのか。これは背景か単なる。こっちはなんだ。なんか行くとこがいっぱいあるよ。なんかね、ポリゴンも荒いからさ、拾えるもんとそうじゃないもんがあんまり区別つかないんだよな。いろいろ行くとこが急になんかエリアが増えたぞ。ここは、ここも開くやん。ちょっと待って、いろいろあるな。まあここは敵がいないってことが分かったから、入ってみるか。ここ英雄来るかな。ごめんなさい、ごめんなさい。なんでバスルームのこの音かよ。なんでバスルームの隣が射撃練習場になってるんだよ。びっくりした。ごめんなさい、何も見てません。僕は何も見ていませんよ。ああ、よかった。物分かりのいい人たちでよかった。こっちは何だろうな。あ、これ、あ、これは来たとこか。これは来たとこですね。じゃあこっちしかないのか。ちょっと射撃練習場はちょっと嫌だから階段登るか。お前ちょっと、もうちょっと自重しろよ。潜入してんだぞ。なんでそんな勢いよく登るんだよ。 やばいな、踊り場に変異するかな。
なんだお前、コック、こいつも、え、何、あいつは来るのか今から。やべ、あいつは来る。ちょっと待った、逃げてるな、あいつ殺すべきか、あいつ。あいつを追うべきか。逃がした。え、やばい、大物が来た。